どうも皆さん、中島健人です。日本テレビ系泥系警視庁捜査三課、毎週土曜夜10時、10月13日スタートです。初回はですね、15分拡大となっております。本当にその今回脚本がコードブルーなどを書いた林浩司さんなんですけど、すごく個性的に描かれてて、何よりも真面目じゃない風に見えるのに一生懸命でブレないっていうところがものすごく魅力的なキャラクターなんですね。で、やっぱりその自分の意思を貫き通すっていうところは男性も女性もきっと憧れるんじゃないかなっていうふうには思います。新米なので、いろいろとそのまだらめくんは多分そんなに参加についての知識はないんですけど、自分自身やっぱこれからたくさんのその参加が取り扱う事件を解決していくので、参加がどういう捜査内容なのかとかを勉強したりとか、あとやっぱそんな力みすぎず、なんか見てて親しみを感じやすいような感じのキャラクターなんですけど、とにかく素直に肩の力を抜いて毎日まだらめくん演じてます。まだらめくん結構その前髪を結構気にしているので、前髪のこの部分とかはすごいポイントなのかなと思うんですけど、でもまだらめくんも決めきれない部分があるので、やっぱりカラフルな感じで行こうっていう話にはなって、このネクタイとか色使いを特徴としてます。今回ゴールデン初主役なんでとても緊張してるんですけど、泥系チーム、そして視聴者の皆さんと共に一緒にこの泥系警視庁捜査三課というドラマを盛り上げていけたらいいなっていうふうに思ってます。頑張ります。テレビから飛び出しちゃうぞみたいなね、本当に出ます。